皆様、暑い中ありがとうございます。今日は、ちゃんと、主治医の許可も得て、専属介護士も連れて来ておりますので、ご安心になって最後まで楽しんでいってください。で、ちょっと最初にお堅い話ですが、私が喋ると全然お堅くならないと思いますけれども、今日この講演をどういう形でご存知の知られたかは別として、皆さんプログラムを受付でいただいているかと思います。で、これとても大事なプログラムですので、もしお願いがあるんですけども、今回の講演に来れなかった方にでも帰り、もしあれでしたら置いときますので、受付に置いといていただきますので、配っていただいても結構ですというのは、大事な一文が書いてあるんです。これからそれを言います。内部障害者ということですね。私の起承転換という冊子が出たんですけれども、それから抜粋した文章をちょっと読ませていただきますね。内部障害者とは、見た目ではわからない障害を持った人のことを言います。私はこんなんですからね、ちょっと不審者に間違われますけどね。で、そのガイドラインは各自治体、各病気の部位、病名によってさまざまです。で、例えばですね、これは最初東京都から始まったことなんですけども、東京都の方はですね、初期の妊婦さんもそのガイドラインの中に入るんです。内部障害者の中に入るんです。見た目で分かりませんもんね、初期の妊婦さんね。で、見た目では分かってもらえないので、例えば公共の乗り物などの優先席を使っていると注意される。で、障害者の駐車場に、私もそうなんですけども、入れることをどうしてもためらっちゃうんです。だって車から降りたらこう、多少私は足がおぼつかないので、今みたいに誰かに降ろしてもらって手を引いてもらいますけども、通常の内部障害者の方はスッスッスッと歩かれる方もいらっしゃるので、車椅子のところに止めるのはちょっとなって思われる方が、特に岐阜のような車社会、どっちかというと車社会の県ではそういう方が多いですよね。で、さまざまな弊害を乗り換えながら生きている内部障害者という人たちがあなたの隣にいるかもしれないと覚えておいてほしいです。現実そういう声を、何件も伺っております。で、最近一番、実は私今年に入ってから2回転んだんですけども、自分の例で言わせてもらうと、こうある大手のスーパーで、今日は1点しか買わないから、カゴだけ持って歩けばいい、カゴだけに入れて帰ればいいだろう。で、もちろんボランティアで付き添ってくれた方がいらっしゃったんですけども、で、レジを出た途端ある奥様がカートをこう見ないでレジの方とお話してたんですね。で、そのカートに私が引き込まれてというか巻き込まれて、で、当然そのカートを見てらっしゃらないわけですから、カートとともに私は見事に倒れたわけですね。で、そうするとこう周りを囲っちゃって、何もしようがないわけですよ。で、何もしようがないとか、今しようがないですよね。で、ボランティアの方が内部障害者といっても多分もう通じないだろうから、とっさに「すいません、障害者ですから」って言って起こしてくれて、今日無事ここにいるわけですけれども、そういうこともありました。私に関してはですね、あとは不審者に見られるっていうのはもう
しょうがないことなんですけども、まあ、私以外のことです。あの、これは東京都であった話ですが、ある男性の方が優先席に座っている若い女性に、お前若いのにこんなとこ座りやがってって言って、足をポーンと蹴ったら義足がポーンと飛びました。そういうことがあります。うん、でちゃんと言う、あの東京都のその電車の車内にはヘルプマークっていうのも、あのよく心臓の皆さん車椅子マーク、あのペースメーカーのマークとかよくご存知かと思う。あと皆さんあんまり見ないかもしれません、耳マークってのもあるんですよ。各部位によって本当にいろんなマークがあるんです。でもそれを総じて内部障害者、見た目ではわからないっていう風で、あの内部障害者ってなってるんですけども、本当にさまざまなあのことを私のところに、あのSNS っていうんですが、ね、まあ、パソコンの方に入ってくるんです。うん、まあまあ、私はそうでしたかっていうふうに、まあ、ご相談とかもお聞きするしかない立場なんですけども。で、この内部、今回一番覚えていただきたいのは、内部障害者。じゃあどうすればいいの。でそこで東京都が最初に発案したのがヘルプマークといいます。これがそうなんですけども、ご覧になりますか。赤字に白抜きで、上に十字のマークですね、下にハートのマークです。これがヘルプマークといいます。どうぞ写真撮ってください。皆さんいいですか、写真撮ってください。これあの今年度ですよ、近い将来それもあの岐阜県も採用決まりましたので配布されます。で、あの、まあ、この中に内部障害者の方いらっしゃいましたら、あの無料で配布されますので、あの今実はこれ内部障害者のヘルプマークが各ネットで販売詐欺が起こっております。気をつけてください。あの2000円で売りますという詐欺がもうすでにヤフーブログでも、あのフェイスブックとかでもう詐欺が起こってます。現状気をつけてください。そういうことも、まあ、あの内部障害者の方があのお身内とかご近所にいらっしゃったらお話してあげてください。無料で各あの、まあ、役場とかそういった施設であのいただくことができますので、あくまでも無料です。それで、じゃあ本物はどんなものか、あまりにも小さいんであれですけど、まあ、あの引っ込む、これがね、水戸駒の印籠のようですけどもこれが目に入らぬかとね、やるわけです。やるわけですけども、私が最初内部障害者でヘルプマークじゃなくて、まだこれがこう東京都でしかないときに全国統一マークを作ったらどうか、それがやがて世界共通マーク、車椅子マークになりますよ、なったらどうか、そういう提案をずっとしてきて、それで昨年度あの某テレビ局に出演させていただいて、この中でそのテレビ番組をご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、でも、まあ、あのまあ皆様の血税でねやっていくことですので、まあ、東京都がもうすでに使っているものを全国に広めたら、その方があの皆様へのあのご負担も少なく済むというか、ね、そういう気持ちでやるんですけども、あのよく東京都の方からの今までの、私の方へ来ている意見は、アクセサリーに間違えられてしまいます。その意見が一番多いです。わかりますよね、皆さん、なんとなく。これバッグにつけてたら、そう、今バッグがないんで、例えばこういうところにこうやってつけてたら、アクセサリーだなと思うじゃないですか。でもアクセサリーじゃないんですよってことを、今日この会場に来た方は覚えておいてください。
よろしくお願いします。じゃあ、内部障害者のお話はここまでとして、